関東申し継ぎは、関東失踪とも言い,い、鎌倉時代の朝廷に設けられた役職で、鎌倉幕府側の六原丹大とともに、朝廷、院と幕府の間の連絡、意見調整を行った。関東申し継ぎには、はじめは幕府側の私的な使命を受けて、特定の貴族が就任していた。 還元4年に旧城道家が失脚した以後は、幕府による指名によって任命される正式な役職となり、源の頼朝と婚姻関係があった、西恩寺家当主による事実上の世襲となる。上級の乱以後、原則として、朝廷の重要事項の決定には、関東申し継ぎを経由して、幕府の許可を得ることになった。大覚寺党と寿命院党による、 好位継承争いの激化に伴って、好位継承問題や、宮中の人事の是非も、関東申し継ぎの一存が、その奇数を握るようになり、その権威は大きくなっていった。だが、西園寺家当主の個人的関係から次第に、持ち名院三鶴寄りの態度を取るようになると、大覚寺党は申し継ぎを無視して、幕府との直接交渉を展開するようになり、14世紀に、 入ると急速に求心力を失っていく。やがて、大覚寺等の五代五天皇が、鎌倉幕府を滅ぼすと、西恩寺家への風当たりが強くなり、最後の関東を申し継ぎであった、県大納言、西恩寺公衆は、無本の疑いで処刑されている。西恩寺実のる市、西恩寺実のる県、西恩寺高校西恩寺実験西恩寺実行、西恩寺公衆、ありがとうございます。